できた。色が不老不死の薬と一緒なんだけど。ラスティーレイクパラダイス実況プレイやっていきます。前回ね、第5章家畜の疫病っていう章をクリアして、で、最後お母さんがなんかどうやら不老不死の薬の研究に関わってたような、そういう一面が見れましたね。本当に一枚絵だったから想像でしかないんだけど、この前作、ラスティーレイクルーツっていうやつをプレイしていると、その中に出てきた不老不死の薬作り方が確かなんかこのゲームの中でお母さんが研究してたようなことが、前回垣間見えましたね。いよいよ物語も、中盤から終盤にかけて、進んできたような感じかな。第6の災い、まあ第6章は腫れ物か。おお、腫れ物、いろんな意味がある言葉だけど、まあ物理的な腫れ慣れてきたな、よしよし、うん、驚かんぞもう俺は、そういうことじゃ。まあ物理的にこう触れて痛い腫れ物がまああるけど、それとは別に、あ、また閉まっちゃってるや、なんで、え、まあ絵はあれかな、カーみたいなやつになっちゃった弟くんかな。何が欲しいの、あ、これが欲しいの、じゃあ瓶あげる。あー違うね、なんか中に入れて持ってこいっつってるね。そうか、腫れ物、触れちゃいけないもの、そういう触れてはいけないもの、触れられると痛いものっていうのを腫れ物とか、まあ、あんまり触れちゃいけない言葉とかものに対して腫れ物っていう言葉を使うこともありますね。確かに、何をくめって言ってんの、もうないんだけど何もヒントは。瓶を使って水でいい、海の水を汲むとかじゃダメかな、ん、他行ける場所ないでしょ。でもはてはて、あれ、いきなり詰まったぞ。木か、あ、前でもこんにちは。いや、瓶はあるんだけど中身がどこにもないんですけど、ちょっと教えてもらえないですか。ちょっとこういうやつが上司だと大変だな。あ、これ草、あー食わせるということ、何の骨じゃい、あ、食った、うまい、あー血が出てきた。なんで骨が草を食って目から血が出てくるのかという謎についてはもうラスティーレイクシリーズでは触れていってはいかん。そういうところに触れていくともうダメだから、負けだから、ラスティーレイクシリーズ当たり前のこととして受け入れていこう。で、分からんけどこの血を捧げますんで入れてください、お邪魔します。いや、俺の実家のはずなんだけどな、ここでも。一応主人公はお母さんが死んじゃったから親父さんに呼び戻されてこの島に来たわけではあるけど、何やらこの島がちょっとあれなのかな、乗っ取られつつあるみたいな状況ですか。ひょっとしておばあちゃん死の匂いがする。はあ、この指は何の形、これは、キュア飛躍、こっちはタイム、時間、1234567891011121212、まあ12分とか12時間とか1ダースだね。なんかこの上下にある歯の数と同じように見える。この向きはちょっとわからんな。オタマジャクシか、まあそうか、男性から出てくるあれか、何かしらそういうもんでしょう。あー、そういうことか、お前、ん、死んじゃってはないけど、これはあれか、前回の家畜の疫病の影響か。あー、そういうやつか。またこれはでもこれは何の意味があるんだろう。うん、これちょっと意味がわかりませんね、私には。でも右だけだ、向かって右側だけこんなことができる。ん？あ、これでもヒント臭いのが書いてるな。こういう順序ってことですか。これは左上にこれがあるからこうか。
で左下に、違う青だからこっち行って、でこう行って、でこう結ばれてる線は、でこう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 でこうか、で、全部いけた。 OK。 あれ、ひょっとしてなんか俺がこれまで解けてこれなかったやつもこういうヒントあったのかな。なんかそんな気がしてきたね。でもこのバッテンの部分はまだ何もできない。これもどうしようもないか。ドラッグもできなそうですね。疫病にかかっちゃったってことかな、こいつも。前回のパートで、あれだよね、こいつはハンバーガーを食いたいって言ったから、まあ俺がハンバーガーを作ってやったんだけど、そのハンバーガーの中に、多分疫病を持った牛だか、ヤギだか、なんかそのあたりの動物、家畜を、肉にして、まあ混ぜて、あれやっちゃったから、多分あいつがああいうことになっちゃったんだろうな。災いの杖ってなんだろう。で、鍵。まあ今回も随分と物々しい雰囲気がもういきなり漂っておりますが、目的はまあ今までと一緒なんだろうね。結局黒い箱を見つけてこの中に突っ込む。どうやらその黒い箱の中にお母さんの記憶と思われるものが入ってるんじゃないかなとは思うのですが、災いの杖は使いたくないけど、使わないと多分先に進めないだろうから使わざるを得ないんだろうな、どっかで。ここは何もなし。じゃあもう一個の分かれ道から、あの塔の方に行ってみようかな。キノコはどうしようもないね。なんかハサミ的なもんがないとちょん切れない。うち行こう。おーい、ん？初めて見る顔だな、でもお前は。前々回ぐらいに出てきた蚊になっちゃった弟さんではないんですか。あ、災いの杖取られちゃった。もう完璧やばいやつ。あ、代わりにこっちくれんの。それあるから満足。あ、そう。はい。もう上司と思う、こいつは。何も物言わぬ上司。手を差し出せば茶が出てくると思ってる。上司、昔ながらのね。あ、キーをこの中に入れろと。え、違う違う、さっき入ってたから、こっちのページに何も書いてない。いや、鍵、まあ、さすがにそれぐらいは俺でもわかる。え、でもさっき取り出したばっかりですけど。針と糸、2本のマッチ。うん、何をせえと。で、この中には、鍵がかかっている。鍵は1個しかないでしょ。これでしょ。瓶が大量に手に入ったけど、全部で、あれ？私、最初からこの血の入った瓶持ってなかったっけ？ 1 個取られた？あ、違う違う。アイテム2ページ目あんのか。瓶4つになってきた。なんでそんな瓶がいるんだろう。これは、鍵がかかっ、あ？よく見たらこの時計、ラスティ・レイク・ルーツ前作で出てきた時計だね。不穏なものを感じるな。あー、で、こいつが多分さっきの謎解きと関係してるんかな。バツマークは、あの、おじさん？寝てたやつの胸に刻まれてたバツマークを意味してるんかな。こっちの点々はちょっとわかんない。目かな？一旦置いておこう。引き出しの中には何かあると決まっている。でないと引き出しの意味がないから。いや、いろいろ手に入ってきたね。胡椒か。食い物っぽいやつもあるし。これセットだよね。で、ナイフを使ってキノコを切るというのは容易に想像がつきます。これだけちょっと。わからんというか、何か奇妙な感じがするが、もう針じゃないや、鍵を、あ、いや違うか、鍵をあん中に入れたから、もし先にこっちに来たんだとしたら、
鍵を持ってきなさいよということ。あれ、あ、戻せんのか。空の瓶も持てる？持てない。ナイフとか持つ？あ、それはいらない。わからん。何も言ってくれんから。さてさて、じゃあ、まあ、キノコを切るところまではいけるでしょう。ナイフでキノコを切ります。ほんで、いろいろ手に入ったはいいもののだ。結局、これがよくわからんの。タイムって書いてるけど、あ、ん？これ時計の針かなと思ったけど違う。マッチ棒と針と糸、2本のマッチ。ややこしくなってきたね。血は入れれるの？あ、入れれるんだ。はあ、何倍でも入れれるわけか。代わりに吸い取ることもできる？あ、吸い取ることできないの？もう一旦離れて。ん？あ、これはダメか。やらかしたか。まあ、やらかしたんならもうやらかしちゃおう。最後まで全部入れちゃおう。で、溢れたらどうなる？ああ、一旦キャンセルね。オッケーオッケー、ありがとう。これ入れれる？ひょっとしてこういうブルーベリーとかマッシュルームみたいなもんも。入れれないのか。まあ、確かに普通に考えりゃこのままじゃ入れれな。あ、おばあさん、これか？ちゃうんか。この手に何かを。あ、これか。食う？食う？あ？あ？あ？え？なんか、あ、じゃあ、食えるもん。玉ねぎ食う？じゃあ、胡椒でどうですか？じゃあ、まあ、この辺りとか。まさか。いや、違うよね。さすがに。ああ、びっくりした。ああ、びっくりした、びっくりした。あ、やばい、やばい、やばい。なんか、やばい想像しちゃった。あ、でも動かないぞ、これで。これ以上。その状態で、おしまい。ん？まさか。だっ！もうやるしかない。ぐぅ、これはもういつものことです。こう、このラスティーレイクシリーズにおける恒例と言ってもいいでしょう。何もないね、ここも。代わりに何かを入れる？あ、いや、違うわ、縫うんだ。じゃあやっぱ入れるんだ。そっかそっかそっか、縫うってことだ、多分。手術しろってことか。わかんなくなってきたな。だんだんどのアイテムがどういう風に働いていくのかが全く読めなくなってまいりましたが、今のところ最後に手に入れたアイテムは、まあ、この心臓ということになりますが、果たしてこれをどう使うのかがさっぱりです。こんなの入ったりする？しないね。ここには災いの杖が刺さっていたが、代わりに玉ねぎを植える。明日世界が終わろうとも私は玉ねぎの苗を植える。これ苗じゃなくて球根なんだけど、球根？根っこ？実？玉ねぎのこの部分って何なの？下もわかんない。ここで何かが、あ、ここで調理みたいなことができるのかな。というわけでもない。謎解きまでいけるか。あ、わかったわかった、こっちだ。ここで潰すんだ。こいつに噛み砕いてもらうってことじゃない？この玉ねぎとかを。違う？あ、違うんだ。あー、そっか、なんかこいつに入れて噛み砕いてもらってジュースにしてもらったものを瓶の中に入れるみたいな感じかなとちょっと思ったんだけど、どうやらそういうわけではないようですね。もうこれ左も右もない。塔の中に入ろうか一回。あんたはもうこんなんいらんよね。はいはいはい、いいですよ。じゃああんまり期待してませんから。あれ、こんなあったっけ。これ何入ってた？胡椒入ってた？わからん。え、謎解きできる？もうこれであんまり分かってないんだけど、ここの鍵がかかってるのはここの謎を解いてないからだよね。え、謎解ける？あれで、ん？いや、なんかまだ足りない
気がしてるんだが、何、いや足りないと思う。この謎を解くには、はあ、そうだ、忘れてた。まだあの、じいさん、じいさんじゃない、おじさん、おじさんから、おじさんに対してやれてないことがあった。このおじさんが目を開けることに対して何も私はやれてないよ、考えたら。まあ、考えたくないけど、このあたりか、まあ、このあたり。あ、左、そうか、前回かなんかに左耳があれなっちゃってたよね、そういや。ここら辺のなんか、料理系のものは何なんだろう。あ、そうか、あと、あれだ、忘れてた。おばあさんだ。おばあさん結局その状態から先に進んでないね。ん？何が足りない？これクリックが足りない？何も。でも、あ、え、唾液？あー、で次に玉ねぎか。死の匂いはせんだろ、玉ねぎから別に。あー、そういうことか。なるほど。いや、これはうまいね。じゃあ、胡椒は、くしゃみで。でも、結局出てくるもんは唾液に思えますが、むずむずハクションだよね。あ、そういうことですか。はい、わかりました。いや、汚いな、なんか。まあまあまあ、いいでしょう。じゃあ、なんかカラフルな液体が、揃いましたね。うん。何やらこれで、ポーションが作れそうな雰囲気にはなってまいりましたが、問題はこいつだ。あー、分かったような、分からないような。12の1が12の1がこれってことでしょ。左向いてるっていうことは9ってことなんだよね。まあ、左上だから10、右上だから1、左だから9、左上だから10、うん、それにしてはなんか左上が不自然だな。左上、右上がなんか30度の刻みの角度にならないといけないはずが45度の角度になってるからおかしい気がする。時計とは関係ないね。時計の針かと思ったけど違うね、これ。何種類ある？上1種類、左2種類、左上3種類、右上4種類、左出てきた、右上出てきた、全部で4種類だから、やっぱりこいつをあの液体にぶち込む順番を意味してるけど、どの液体がどの向きなのかは分かんない。分かる方法があるってこと？あ、そうか、分かった。あいつだ。災いの杖を持ってたやつに液体を渡せるから、あいつに液体を渡すと災いの杖が特定の方向を向くんだ。うるせえ。いいところでちょっとタイマーが鳴っちゃいました。ごめんなさい。これ一番上向いてんじゃん、今。で、こいつは？あ、右上を向くね。OK、OK、OK。で、これじゃあ、ちゃんと場所に置いておけるかな。右上を向くっていう意味で右上に置いておこう。で、こいつは？はい。一番左を向く。うん、OK。で、こいつはどうする？左上でしょ？OK。ってことは、これは、一番左を向いてこうか。左、左上、上で右上。 OK。 これで、でもタイムの方の謎は解けてないけど、トリマキュアとやらはできるでしょう。あとはもう順番を覚えるだけ。下から順にこうどんどん積まれていくから、左上こいつか。これこれ右上。み、緑、白、黄色。みしき。みしき、また緑。みしき、みし。みしき、みしち。オッケー。み、し、き。み、し、
できた。色が不老不死の薬と一緒なんだけど、ラスティーレイクルーツで出てきた。ただの薬なのこれ。この薬は結局、心の痛みは時が解決してくれる？死んじゃったってこと？飲めたりする？飲めない？あー、まあ、まあまあまあ、そうだよね、そりゃ、うん。常識的に考えりゃそうなんだけど。じゃあ、この薬は結局、あれかな。この、どこの馬の骨ともわからない、クソ野郎に渡すしかねえってこと？飲みます？飲まないの？え、せっかく作ったのに。うんうんじゃなくて。ん？うん。ん？あれ、なんか他にできることがあるのか？こいつに飲ませるとか、不老不死の薬じゃないのかな、これは。ただの薬ではあるが、これって何の薬なんだ、よく考えたら。作ったはいいものの。てっきりこのおじさんを助けるための薬かと思っていたんだが、タイムは全くわかりません、今のところ。マッチと針と心臓も使ってないんだよね。考えられるのは絶対ここに何か入れて、で、そんで縫い合わせるだと思うんだけど。そうか、こいつも何もしてないな、そういや。これ結局何なの？ああ、謎のロック解除。それだけ？その要素だけ？あ、そのロック解除の要素だけか。まあ、ちょっとスチームで今、ロック解除の実績は解除されたけど、ロック解除っていうか実績解除か。あ、それだけか。何もできなそうだなぁ。はて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 。言われましたね、これは、ちょっと。この心臓何かしたいね。うん。バースさんもう何もしてくんないかなぁ。マッチとか針は持たないもんね、こいつ。はぁ。ん？ここに戻ってきちゃうなぁ。心臓埋めるとか。不老不死。海に流す？か、ここに入れる？ではないか。ここに捧げるとか。なんかこの心臓なんとかして、で、この薬をかけて、で、元にこう、元通りおじさんに入れるというか、というような感じ。じゃないかと、ちょっとここまでラスティレイクをやってきた経験では思うんですけど、どうでしょうね、皆さん。当たってそう？まぁ、ちょっと今回、だいぶもう長くなってきちゃったんで、一旦ここで切りたいと思いますけど、ちょっとわかんない。謎ですね。はい。ということで、ちょっと時間もかかっちゃうかもしれないんで、一旦ここで動画切りたいと思います。残念ながら、今回ちょっと、6章クリアまでは至らなかったですけど、なんだろうね、ちょっとわかんない、謎解きで若干詰まっているような気はするんで、まあ次回は謎解きやって、でそんで6章クリアして、まあちょっと時間が余れば7章に入ろうかなと思いますんで、よろしければね、この先も気になる方はぜひ見てください。それじゃあまた次回お会いしましょう。バイバイ。